皆さんこんこにちは今回のテーマは故障時のトレーーニングといいうテーマでお届けさせていただきます、えー、先日私の YouTube のコメント欄に「測定筋膜炎になってしまったのですが練習どうしたらいいですか?」というご質問をいただきましたまあもちろんそのこういった質問に対しては個々に見ていかないと答えられない質問でもありますし、まあ、体触ってみないとどうなってるかっていうのもよくわからない状態なので、えー、あくまでも一般論としてお答えさせていただきたいというふうに思います で、まあ、測定筋膜炎自体は私もなったことがあるというか、人生で4年ぐらい測定筋膜炎を患ってたので、その辛さっていうのは非常によくわかります。やっぱり足裏つかないっていうことはないので、 本当に辛いし、もう日常生活でもずっと痛いんですよね。今私疲労骨折してるんですけど、まあ、疲労骨折程度であれば、場所によっては日常生活では全く痛みってなってないんですが、測定筋膜炎ももう4年間ずっと生活してるだけで痛くない日はなかったです。もう痛くないという状況がどういう状況なのかわからないぐらい、もうずっと痛みを感じてました。 で、えー、まあそういった経験もありますので、えー、その時にかなり調べましたので、特定筋膜炎の治し方については、あの無料ブログも書いていますので、この動画の概要欄の URL 貼っおきますので、えー、そちらクリックしてぜひお読みください。で、話をその故障一般の方に戻していきますが、まずはじめに理解していただきたいのが、炎症反応には、急性的な炎症反応と慢性的な炎症反応の2種類があるということです。で、えー、実は皆さんが炎症反応、炎症反応って言ってるものは、 通常はこの急性期の炎症反応のことになります。急性期の炎症反応っていうのは、主に熱感、機能制限、発赤、赤くなることですね。え腫、ー、れ、そして痛み。この5つのサインを伴うのが急性期の炎症反応です。まあ例えば、どこかにぶつけて腫れ上がったとか、まあもっと極端な例で言ったら交通事故でぶつかって腫れ上がったとかっていう場合は、 もう本当にもう見た目から腫れ上がるしそして明らかに熱を持つしまあ、赤くもなりますよね鉢、まあ、に刺されたとかもあれも炎症反応なんですけどあの鉢に刺された時なんかも普通に赤くなりますよね、まあ、蜂だけじゃなくてカー程度に刺されただけでも赤くなるし腫れ上がるじゃないですかあれも炎症反応なんですよでこれが急性期の炎症反応ですで慢性的な炎症反応っていうのはどういうものかというとこういった 腫れとか、ほっせぎとか、熱感とかっていうものを伴わ,な伴わない炎症反応です。で、これは、例えばなんですが、まあこれもちょっと微妙なところではあるんですけど、足パンパンに張ってる時って、ちょっと膨らんでるじゃないですか。まあまあそもそもその膨らんでるというか、まあ文字通りパンパンに張ってますよね。あのパンパンに張ってる状態って、割と慢性的な炎症反応なんですよ。で、ちょっと明確には分けられないって言ったのは、 筋トレ直後のパンプアップとかとちょっと近い現象なんですよね。筋トレ直後のパンプアップっていうのは、あれはまあ、急性期の炎症反応に分類していいと私は思ってます。ただ、明らかに腫れてるわけでもないし、熱感、まあ熱感は伴いますね。熱感はあるし、ただ、発石とかまではないですよね。だから、筋トレ直後のパンプアップとかっていうのは、私は急性期の炎症反応に分類していいと思いますが、まあ、明らかなあ炎症反応とまでは言えないですよね。 えー、ああいうのが、まあ、その真ん中ぐらいで、で、えー、慢性的な炎症反応っていうのは、もうほぼそういった、まあ、サインを、兆候を伴わないっていうことですね。で、えー、ガンとか、アルツハイマーとか、2型糖尿病とか、関節炎、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、まあこういったものもですね、実は慢性的な炎症反応によって引き起こされるものなんですね。で、例えば、動脈硬化とか心筋梗塞って、 体の中で徐々に徐々に進行はしていってますけど、本人自覚症状ないじゃないですか。慢性的な炎症反応っていうのは、そういうものです。ただ、繰り返しになりますが、急性期の炎症反応と慢性期の炎症反応に、こう、はっきりと二つに分けれるわけじゃなくて、まあ、間に微妙なラインっていうのがある。まあ、どちらかといえば急性期なんだけど、慢性期の特徴も持ってるとか、どちらかといえば慢性期の炎症なんだけど、まあ、急性的な炎症反応を持ってるとか、まあ、そういったグレーゾーンが 多数存在するとということを理解してくださいでその故障した時にまず重要なのは自分が今どの段階にあるのかっていうことなんですねで例えばスプリンターが肉離れしましたとかっていうのはもう明らかな急性期の炎症反応なんですけど長距離って結構この中間のグレーゾーンが多いんですよで例えばですけど1回のインターバルで痛めましたというケースにおいても その慢性的な炎症反応っていうのが徐々に徐々に進行していて、で、最後インターバルが引き金になって痛めたみたいなケースって、長距離の場合かなり多いんですね。だから、自分が今持ってる痛みっていうのがどちらの要素が強いのかっていうところを、まず理解することが大切です。で、えー、その見極め方としては、もうさっき言った特徴をどのぐらい持っているかですね。例えば、熱感どのぐらい持っているか。まあ、冷やしたいという感覚がどのぐらいあるのかとか、えー、どのぐらい腫れ上がっているのかとかですね。 私のその昔のトレーニングパートナーで、オーストリアの世界選手権マラソン代表になったバレンティン・プファイルっていう選手がいたんですが、バレンティンはずっとアキレス腱痛めてたんですね。で、そのアキレス腱ずっと痛めてて、その状態でマラソンを走って、レースの後、本当にもう目で見てわかるぐらい、もう何の検査もいらないぐらい、パンパンに腫れ上がってました。 人間のアキレス腱ってここまで腫れ上がるんやなってその時びっくりしたんですけど、そういうのは完全に急性期の炎症反応ですよね。ただ彼もずっとアキレス腱炎持ってたので、そういう意味では慢性的な故障なんですよ。慢性的な炎症反応も絶対生じてるはずなんですよ。だけど、そのレース直後のそのパンパンに腫れ上がったアキレス腱っていうのは当然急性期の炎症反応の要素を強く持ってるわけですよね。で、えー、重要なのはですね、 急性期の炎症反応を持っている場合は、急性的な炎症反応を持っている場合は、やっぱ安静にしといた方がいい。まあ少なくともその、あまあ安静、安静っていうのはすみません。えっとちょっと言い,言い過ぎたというか語弊があるんですが、少なくともその下部に振動を与えない方がいいんですね。 つまりランニングってその設置の衝撃があるじゃないですかその設置の衝撃によるまあ振動というのがあるのでそれだけで結構急性期の炎症反応って悪化しちゃうんですよだからやっぱり走るのは避けた方がいいですで一方で慢性的な炎症反応の場合はまあ,あの走りながら治すことも全然可能なのである程度練習量っていうのを下方修正しながら、まあ、せめて軽いジョギングぐらいは続けながら練習続けてもいいんじゃないかなっていうふうに思います ま、あとは、今私が持っているような疲労骨折ですね。疲労骨折も、その0から1に治るわけではなくて、やっぱり骨も少しずつ少しずつこう回復していくので、どっかの段階で完全に治りきってなくても、ま、軽く走り始めていいんじゃないかなというふうに私は思っているんですが、ただやっぱり骨とかも、設置の衝撃があるとくっつきにくいんですね。だからその疲労骨折なんかも、 やっぱり安静にしとかない、安静じゃなくて、えー、走らない方がいい、まあ、大きな故障の一つです。だから、その、まず、第一に、故障が今、どの段階にあるのかっていうことで変わるということですね。ただ、一般的に言われているほど、走るのを怖がる必要はないです。あの痛かったら安静にしときなさいってよく言われるんですけど、例えば、その、お年寄りの関節炎なんか、見ていただいても分かるように、別に、運動してなくても、痛める人は痛めるわけなんですよ。 で、それって慢性的な炎症反応の場合、別に安静にしてたから治るっていうようなもんでもなくて、まあ治療が必要になるんですね。で、もちろんその悪化させたくはないので、 練習の負荷っていうのは調整しないといけないんですけど、悪化しない範囲であれば別に全然走っていただいても大丈夫です。もちろんそのね、病院の先生方がそう言わないっていうのは私は知ってます。ただ経験ないですからね、病院の先生方っていうのは。慢性的な炎症反応であれば走りながら治すことはできます。で、慢性的な炎症反応の場合の大きな特徴っていうのは、あのー、温まっていくと痛みが和らいでいくっていうパターンですね。走り始めは痛い。走り終わった後も痛い。でも意外と、 一回体が温まって走ってる時は痛くない。まあ痛くないとまでは言わないですけど痛みが和らぐっていうようなケースですね。私がその4年間の測定筋膜炎を抱えていた時ももう完全にこのパターンでした。だから練習できなくはないんですけど朝起きた時も痛いし走り終わった後ももちろん痛いしもうなんか練習以外はもう動きたくないっていう感じでしたね。練習以外外外出たくないっていう感じでもう、うん、遊びに行きたいなんて全く思わなかったですね。そういう状態ですね。 でじゃあその具体的な練習はどうしたらいいのかっていうことなんですが練習に関して言えばジムに行ける人はエアロバイクもしくはクロストレーナーで練習をするのがベストですで練習メニューはどうすればいいのかっていうことなんですがだいたい走ってる時と同じような練習を組めばいいんですね例えば2 0キロの中強度走をしますとでだいたい私の場合70分から75分ぐらいなんですね そしたら、で、心拍数で言うと、だいたい140から145ぐらいです。平均心拍数が。まあ、もう少し厳密に言うと、始めはその心拍数が上がるまでに時間かかるので、130いくつとかからスタートして、で、最後はちょっとペース上げていくので、まあ150ぐらいまでは上がっていくんですけど、まあ平均が140から145ぐらいなんですね。 そしたら、エアロバイクとかクロストレーナーで同じ練習を組むんですよ。つまり70分から75分間平均心拍数がだいたい140から145ぐらいになるように練習を組めばいいんですね。で、例えばインターバル1000メートル10本を2分休息でやりますとかっていうような場合は、まあだいたい心拍数が170ぐらいまで上がるんですね。まあ、まあ目標とする強度にもよりますけど、だいたい170から まあ、マックス180ぐらいまで上がります。そしたら、大体心拍数が170から180ぐらいになるように、で、私の場合、だいたい1000メートル1本って3分前後で走りますから、えー、じゃあ、そしたらそれを10本やるっていうのであれば、 え3分間、高強度を10セット。で、間の休息は2分みたいな感じで練習組んでいけばいいです。これがベストのやり方です。まあ、ただ最大の欠点は飽きるということですね。えー、飽きてしまうので、まあ、あの、例えばその低強度な練習の日とかは、ロードバイクで置き換えてもいいんじゃないかな、とかっていうふうにも思いますし、あとはまあ、インラインスケートとか、まあそういう走らないけれど、走る動きに近い、えー、練習っていうのを入れていくといいと思います。 あとは水中ランニングもおすすめですね。ただ水中ランニングっていうのは足ついちゃダメなんですよ。足つかない状態で水中でランニングの動きをするっていうのが水中ランニングなんですけど、日本のジムのプールで足つかないところってあんまりないじゃないですか。 ドイツとかニュージーランドに行った時は足つかないプールが普通だったんですけど、日本のプールで足つかないプール持ってるジムってあんまりないですよね。だから実質問題難しいんじゃないかなというふうに思います。あとは一つの提案としてですね、まあ故障がどのぐらい長引くのかっていうことにもよるんですけど、長期休まなければいけないことが見込まれる状態であれば、もう結局何をやっても総力は低下しますから、まあそれやったら勉強に当てるっていうのも一つかなっていうふうに思います。やっぱり長距離走マラソンも、 勉強するかか、しないかやり方分かってるか分かってないかで結果が大きく変わりますし、まあ、むしろ市民アーナーの方見てたらむしろやり方分かってるかかかかっってていいいるるななが半分以上占めるんじゃないかと思いますあの本当に正しいトレーニングをして100%コミットして100%じゃなくてもいいです週45回コンスタントに走ってて全く速くならないとかでも40歳から60歳ぐらいの男性でサブスリーできないとかっていう人は見たことがないです。 もう正しいトレーニングをやって100、100%じゃなくて80%でもいいから走るということに対してコミットすれば、まあ60歳までの男性であれば、まずサブスリーはできます。逆に100、100%、まあ100%っていうのはありえないと思うんですけど、まあ8割でもいいし9割でもいいんですけど、本当に正しいトレーニングできている市民ランナーの人って出会ったことないです。 ウェルビングオンラインスクール受講する前からもう私が教えることは何もないぐらい正しくトレーニングできてる人なんか一人も出会ったことないですそのぐらい知ってるか知らないかっていうのは大きな差につながっていきますので、まあ、勉強するっていうことに当ててもいいんじゃないかなっていうふうにも思いますというわけで、えー、今回の内容は以上です最後にマラソンサブ3からサブ2.5を目指している方にお知らせです説長マラソンサブ3からサブ2.5のためのトレーニングがずっと在庫切れになっていたのですが 2月16日に200部限定で再入会いたします。え冒頭部分は無料でお読みいただけるようになっておりますので、マラソンサブ3からサブ2.5を目指しておられる方は、必ずこの動画の概要欄の URL をクリックして、冒頭部分を無料でお読みください。それではまた次の動画でお会いしましょう。